地の防御率を見てもこの中では一番いいのがこの石毛ということになります。変化球です。ストライクです。アウトコースいっぱい。落合まで打順が回ります。ストレート空振りの三振。来たバッティングに関してはね、タイミングですとか振り出す角度なんかこう自分なりに微調整を繰り返しているということなんですよ。止めたバットに当たりました。石毛が取って一塁に置く。このゲームは15対4で勝ったゲームだったんですね。ここという場面で何を使うかをいろいろ探っていたというこの石毛です。打たれたヒットがわずかに2本です。力いっぱい投げたストレート。そうですね、はい、2、3です。スライダーかまっすぐか。スライダー空振りの三振。スカウトが持っていったところ、この石毛はもう涙を流して悔しがった、うん、自分は社会人に行きますと言ってそのプロを一応していました。ですから僕はずっと気になったんですがね、はい、この背番号59という番号をね、もう今日のピッチング見てますとね、もう本当に立派なね、立派な阪神タイガース、はい、彼が47番だった、はい、一番重かったんで大きい背番号だった。あ、なるほどね。ちょうど変えなかったですよ、はい、あ、なるほどね、絶対嫌だ。変化球空振りの ノースリーです。今度はストレート。奪えないドラゴンズ。空振り。セカンドゴロになった。ゲッツーコースだ。篠塚、川井、そしてジャンプして一塁に送って一塁はセーフだ。バットが回ったんどの石毛。